こんにちは、ゆうです。バズダのおさんです。はい、今日誕生日の方おめでとうございます。はい、ね、今日も深くにサバカ芝居の丸やっていきたいと思います。はい、2日間ね、及ぶ長時間の生放送お付き合いくださりありがとうございました。メインアカウントでね、はい、とりあえず表情はゲットできました。はい、強調されるクリアできました。はい、前回ね、ちょっとなんか知らんけど、ちょっと体調崩し、もう未知の申請の称号の時、毎回体調崩しがちで、はい、ちょっとね、前回できなかったんで、取れてよかったです。はい。で、ただ、皆さんをイライラさせたことは、ごめんなさい。まあ、クリアできたね。応援ありがとうございました。そしてですね、芝居の丸、今日はね、ムカキンサバカ芝居の丸やっていきたいと思います。それでは撮っていきますね。はい。今日やっていくのはですね、タイトルとサムネ見てもらったらわかるように、強調チャレンジもまあ迫ってたんですが、はい、僕、昨日のコメント欄で思い出しました。このアカウントクエスト15やっていんかった。はい。クエスト15やってなかったんで、はい。で、今回はね、仮想、強調チャレンジということで、はい。まずはクエストでちょっと運試しを、運を試したからね、実力試しをちょっとしていきたいと思うんで、それでは、早速パーティーご紹介します。はい、こちらですね。皆さん、編成、前回の動画で編成考えてくださってありがとうございました。本当に。生放送内でもありがとうございました。ただアドバイス。はい。どうしてもごめんなさい。右から3つ目見てください。3キャラ目か。ダブルマーベルって言うんですか？他の方のね、実況者さんの動画見てたら、ダブルマーベルとか、マーベル、何だっけ忘れたんですけど、僕だけでしたね。お姉さんって言ってた。はい。お姉さんたちって言ってた。交換しちゃいました。結構奮発しました。はい。それではご紹介していきましょう。はい。リーダーのウォーリアーブナイトに、リーダーチェーン体制でファガン武器つけておりまして、リーダースキが光の2コンボ以上でダメージを 78% 軽減。攻撃力が10倍。6コンボも加算してくれへん。4コンボ加算。光の4攻撃して1個につき攻撃力が2倍となっております。はい。で、こちらがアマテラスですね。はい。アマテラスドラゴンですね。はい。中学生冬に消せない解除。で、父と母仲良し。ほんまはね、ここ光属服属性光にね、変換しつつね、スキル武器がね、望ましいんですけど、持ってなくて、ちょっとこのアカウント。光にワルリンを一切持っておりませんでして、はい。ちょっとね、きついんですけど、まあ、これでちょっと代用しております。はい。で、こちらが、アグリゲートですね。はい。ここ、アグリゲートは別に気合い入れて言わんでいいんですけど。で、スキルチェーン4つに、マシンキラー2つに、空かけるハイウィンドウつけております。ちょっとね、スキルがやっぱ足りないですよね、ほんま全然。はい。はい、こちらが、キャプテンマーベル、ミズマーベル、ダブルマーベルと言ったらいいんですね。お姉様方って言ったら失礼なんですかね。はい。まあ、失礼ではないか。はい。聴覚性スキルプラスに上限解放。悪魔キラー一つに、ブライトシールド。これはね、光の中フェスゲンの、はい、なんか、ちょっと少年の騎士みたいな感じの方の武器ですね。はい。で、これで、副属性光に変化しつつ、チーム回復、チーム HP、チームスキル補っております。で、フレンドさんと、サブのマーベルは一緒で、スキルチェーン4つに、チーム HP、スキルチェーン6つに、チーム、じゃあ、HP 強化の、2個目の2段目のやつを1つに、こんにちは、ハローキティですね。はい。まあ、リーダースキルは一応ご紹介させていただきますと、光の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が10倍、4コンボ加算、固定値ダメージ、光属性の全パラメータが3倍となっております。で、バッチが HP プラスです。はい。ショッキングな負け方をしてね、ちょっとね、不手寝してました。はい。そうだね、気を取り直して、最高ちょ、鼻ツルツルになった、その間、ちょっとなんかもう普通に床で寝てしまって。オッケー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 よ。で、これまず向こうから貼りますと、オッケー。はい。はい、オッケー。で、マーベル使って、マーベル変身させて、で、アマテラスして、で、アグリゲートオン。で、マーベルオン。光のもとに、勝利を。昨日勝利するまでめちゃくちゃ時間かかったからな、ほんま。これぐらいでいけるんよね、多分。これめっちゃ柔らかいんですよね、裏強調と比べたら。ね、オーディンドラゴンギャウギャウがそのなんかちょっと中ボスみたいな感じのやついるじゃないですか。その1個手前に出てきて、でも、アマテラスドラゴン張らんと耐えれへん。なんか分かってるんですよ、そんな。その次に覚醒無効してきたんですよ。どうやって防げと。どうやって防げと言いたいところですわ。ほんま。
それでちょっとね、それがちょっと自分の中でちょっと、はい、ちょっとショックすぎて、はい、ちょっとね、もうちょっとだけ寝込みましたわ、ほんまに。はいはい。ルーレット消さへんのね、なんか。ルーレットやっぱ、アカンスキルって思われてるんかな。ちょっと待って、ここで作っちゃうと、あれやから、開口しな。はい。いや、ちょっとそこでもう繋がって持ってたけど、や、悪魔キラーめちゃくちゃゴリゴリやから。いけなしたね、いけなしたねって。いけなしたね。輝きを失った。スリア・アリュクシャ。お客、お客。んで、あれでしょ？あの方のルーレットになってるんですよね。ちょっと耐えようか、こういった。時間稼ごう。よしよしよし。ナグリゲート様のルーレットがいいんで、僕は。ちょっとなんか残り1になってから行こう。よし、OK。あ、ちょっと鼻がズルズルや。風邪ひいたんかな。はい、風邪をひいたら、早めのパブロンですね。よし、OK。はい。はい。ほっぷんね、これほんま。でも、これ中に落ちてくることによって、そうなんですよ。そうそうそう。最悪の場合を想定してたんですよね、僕は。はい。オッケーオッケー。あ、ちょっと待って、またこれルーレットするんやったっけ？太陽の輝き、今回って光ってくれるのね。慈愛と。あれだ。読めへんな。あかん。よし。あ、ちょっと待って、あ、やばいやばいやばい。やばいやばい。やばいかな、これ。4個消し1個しかできんかったけど大丈夫かな。大丈夫なんですわ。いくよマニー。オーケーソウル。こんなにくるくるちゃうよな。ごめんなさい。ちょ、鼻がズルズルなんよ。ね、属性吸収もここはちょっと使っとくか、もう。はい、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 はい。常にね、パズルの高みを目指して、意識高いパズル。あー、できてへんわ、全然。よし、OK。よっしゃい。サンライズウィンドウ。ハイウィンドウつけてるからね、こっちも。曲げてへんよ、ウィンドウでは。ウィンドウの数では曲げてへん。よし、よし。はい、はい、はい。はい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 、オッケーオッケー。ほら、ウィンドの数で負けてん。こんだけ無効貫通出しもしみんなく使ってたけど大丈夫だったっけ。耐久度なかったっけ。あー、ちょっと殺したら嫌なんよね嫌なんよねみたいな顔めっちゃ揺れてたけど、テープ積んでないんよな今回。スキルの関係でね。よし、じゃあここでこうしてこうして、はいはい。よし、これで OK 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 OK。 いいにゃ、よし OK。次らへんにギャウギャウ出てくれると嬉しいんやけどな。ギャウギャウが出てくれると嬉しい。なんか静かに聞いてくれると嬉しいみたいな人いましたよね、なんか。静かに聞いてほしいんやったら攻撃してくんなんやって。っていうのはね、ちょっとお口が悪いですね、さっきから。よし、OK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 、あ、そう、無効感やった。オッケー、ちゃうわ。なんてなんか、ポンってね、結構その、
漢字で喋られるとちょっと僕読めへんのね。結構せっかく喋ってきてくれてんのに。よし、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし。で肝落としになってストン。おいい回復も、はい、オッケー、よし、うえー、まあいいか、これはこれでいいかも。いやー、ちょっと危険な香りもプンプンするんですが、まあまあ大丈夫か。はい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 、よし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 。であと一旦溜まると、オッケーオッケーオッケー。んで、じゃあアグリゲート行っちゃうか。いや、そこにルーレットが、あ、でも残り一旦や。よかった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 。よかった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 。ただね、ルーレットも全然活かしきれへんっていうね、このジレンマがあるんですけど。ジレンマが、はい、よし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 、オッケー、これで、おーし、ナイス、落ち込ん、分かっとる分かっとる分かっとる、この状況ちゃんと分かっとる。でテープを切れて、はい、お疲れさん。ちょ、マジで、ギャーギャー出てきてや。待って、これルーレット違ったっけ。不老の構え、いやー、向こうかんか。ちょ、あと、アマテラスが、3ターンで上溜まってまうんや、もう前は出てこうへんから。よし。はい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 、ちょっとあと2ターン以内出てきて、ほんまに。もしかここでいいよ。いやー、もうほんまに出てこへんな、ほんま。ちょっと待って、これどうしよう。ここきらめきの刃を使っちゃおうか。もうなんかパンパンしちゃおう、確実に。はい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 、ちょっと待って、はい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 、で、はい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 、あぶねー、ちょっとワンテンポ遅かったけど。で、上が乾燥してるから大丈夫か。でもこのターン出てこな、もう終わりやからね、ギャウギャウさん。マジで、言うてる。あ、でも時間稼げるわ、サレーネやったら。オーケーオーケー、まあそれだけで、まあまあええわ。はい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 、オーケーオーケーオーケー、よしよしよし。ちょっとね、確実にね、確実に行きましょう、確実に行きましょう。オーケーオーケーオーケー。で、ここを、ここに光を持ってきてやな。ここを回復にしてあげて、ちょっと待って。まあ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 、これぐらいのダメージだと大丈夫か。ナイス！よし、オッケー。で、これでアグリゲートが使えるんよね。またどうせ、ルーレットされる分かったからな、OK。よし。あと4ターンね。あと4ターン、ガンガン、ガンガン攻めたいんよ、これ。分かった、分かった。よし、よし。全然ガンガン攻めれてへんのよな。これで、いや、ガンガン攻めたつもりやったけど、これ若干取っちゃうんちゃう。あ、ナイス、見てへんかった、今ストレッチして見てへんかったけど。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あかん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 、もう倒すしかなくなったやん。倒すしか道はなくなったな、サレーネ様。3ターンか。ちょ、マジで、なえちゃうんで僕は。
そこら辺もし、あ、危ない危ない、クエスト15にまだ慈悲があるなら、慈悲の心があるなら次ギャオギャオはやめてほしい。神よ。かっこいいかっこいい、ナイスナイス、雲は大丈夫、オッケー。これは勝たんとな。よし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 。で、向こう感もあるんで、オッケー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 。で、次、アマテラスが、溜まるから、次溜まるから、オッケーオッケー。もう早めに行ってまうか。よし。よーし。ここはミスったかんよ。はい、これぐらいやったら多分いけると思うねんけどな。悪魔でしょ、しかも相手。よーし、その油断が命取りって言われるかと思った。ナイスやん。もう一個違って危なかったで。結構今何フロア ?12?16 がシンクホラードですよね。15が、大概やばいけどな、ここでも。やばいけどね。はい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 、よし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 、オッケー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 。んーね、オーディンドラゴンは確定演出じゃないんかな。でももうここがあれやんね。こう、軽減の間に倒してまわなあかんから。ちょっと、運良かった、耐えてくれるかなぐらいにしとこうか、ちょっと。まだ軽減あるしね。軽減あれるということは確定で耐えれるんで。よし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 。ナイス、一旦稼ぎ。よしよしよし。はいはい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 。よし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 。はい、オッケー。あと4ターンで、これ終わったら、あと3ターンになると。3ターン、3ターン。13が?あー、そうか。ほな、ここ3出たよか。オーディンドラゴンが出てきたらね、マジで、さっきと一緒のことしてるんで。これで、いや。よしよし。よしよし。オッケーオッケー、全然足りる、全然足りる。オッケーオッケー、全然足りる、全然足りる。よし。ここは、こんなもんにしとくか。よし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 。で、次で行っていいのよね、もう。よしよしよし。あ、回復してたけど、あれか。意味なかった。回復消してたけど。よしよし。はいはい。はい。はい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 、オッケーオッケー、はい、オッケー、はい、さあかかってきなさい、オーディンドラゴン。え、違うやん、なんやん、なんなん、なんなんやん。何やってって思った。オッケーオッケーオッケー。全然いいよ、別に。
ダメージ吸収の効果か。これ、あれか。オッケーオッケー。それ、さっきしてくれや。ああ。よし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 。オッケー。多分、いけるんちゃうかな。いや、全然いけんかった。勝って。勝っては。耐久できるでしょ、でも。おそらく。よし。よし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 。で、こんな硬いってことは、無効貫通いらんかったんかな、もしかして。いや、がっつりゴンゴン言ってるわ。ピナータ。バナータ。よし。バナータはね、カマバッカ王国のね、はい。ちょっと名前出てこいようになった。いや、危ねえ、ピナーか、また。ごめんなさい。よしよし。はい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 、はい。はい。よし。あ、よかった。そこら辺分かってくださる。で、マーベル、ダブルマーベル?マーベルブラザーズ?そのスーパーマリオブラザーズみたいに言うなって。よしよし。はい。はい。はい、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 はい。オーケー、オーケー、オーケー、オーケー。よし、K! これであれでしょ?第一形態のラーでしょ?第一形態ラー。太陽の霹靂一閃。全能の神。自由なき。何や。まだルーレットは生き残ってるから、よしよし。晴天の自由ってなんかなかったっけ？危ない、危ない、危ない、危ない。はい。あー、もうやってもうた、もうまたまたやってもうた、また。まあ、耐えれるか。危ない、これ、下手してちょっと、発狂組んでたかもな、もしかしたら。コンボ現象ね。コンボ現象ずるいな。コンボ現象はちょっとずるいよ。パズル力難民に一番したあかんこと。よし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 。オッケー。さすがにこれでいったでしょ。はい、オッケー。で、ボス。もう、あれが怖え。太陽神。うん。シャイニングアイツ。ブルーアイツ。ホワイトドラゴン。ちょっと待って、これ、いける?じゃあ分かった。これして、ひらめきの刃をして、コンボ現象なんてあいつ慣れてるんで、はいはい。コンボ現象っていうか、自力でコンボ組んでたから、裏強調してた時にね。よし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 。
よし、OK。サンライトリセット、OK、OK。サンライトソード、OK、OK、OK。ルーレットがまだ一旦あると。よし。無効感はないかな、これ。ダメージ吸収無効化か。はいはい。はいはい。はい。はい。いやー、ちょっと作るとこミスったな、前か。よしよし、よかった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 。耐えて。あ、そっか、アマテラスドラゴンいるから大丈夫か。ちょっと待ってな、これ。闇がこんだけあったら、いけるな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 。で、マーベルのお時間です。でコンボ現象もなくなってると。ちょっと待って、こうしてやで。いや、回復できてへんけど。よし、行ってまい。ふぅ、え、あー、そうかそうかそうか、これ久しぶりに見た。あー、震えてきたー。よっしゃー、今さらクレスト15クリアでございます。さあ、一周受け取りましょうか。勝てましたねー、勝てましたね。オッケーオッケーオッケー。裏強調で慣れたおかげで、ちょっとクエストがちょっとね、ぬるぬるゲーだったんですけど、もうほんまにね、35度ぐらいのお湯ぐらいにぬるゲーだったんですけど、無事クリアできました。はい。そしたらここら辺でお開きにしましょうか、今回は。はい。最後まで見てくださってありがとうございました。皆さんもお疲れ様でございました。若干長くなっちゃったけどね。はい。今回はね、この辺でお開きにしたいと思います。もう一回言ったか、はい。よろしければ、チャンネル登録、高評価、あと動画の感想をいただけると嬉しいございます。あと X アカウントをフォローしてくださると嬉しいです。あとは概要欄に、もろもろ、今現在11月30日まで発売中の、e プリント、僕がちょっとカッコつけてるんですけど、はい、そういった写真とか全国のコンビニでプリントできるので、そちらもよろしくお願いします。あと今後ね、ちょっと TikTok の方でも、生配信させていただくことになりましたので、そちらも載せておきます。そちらもフォローしていただけると嬉しいです。それでは、今回は終わりだ。私、ゆうでございました。それではね、バイバイ。